アーカイオプテクスかっこしそ帳っていうことね。これめっちゃ気に入ったこのしそ帳、うん、ファイルナンバー1番のねしそ帳めちゃめちゃかっけえこいつ。最古の鳥類でね、鳥類は恐竜の種、他の恐竜と同じように鋭い歯や手の爪、長い尾を持っていたっていうことでめちゃめちゃかっこいいんでね。あとはね、まあ今までと変わらずなんで、なんとかね、あれだよね、肉食恐竜もっと増やしたよね。赤いカードが4枚しかないからな、こんだけあんのに。ということでね、ティラノサウルス狙いで今回も上げていこうぜ。いやこの顔見てくれ、この歯かっこいいすぎんだろ。頼むぞ、当たりカード出てくれ、当たりカード、そろそろ当たりカードがね欲しい。違うっていうね。いやーまあしょうがない、しょうがない。まあせめて肉食赤いカード、おお92番ファイルナンバー92、ミクロラプトルだって。ミクロラプトル、おお、なんかこいつ可愛いよ、このまたまたの開き具合可愛くて。全長40〜80cm、まあ昆虫などを食べていますと。で時代が白亜紀前期、約1億2500万年前だって。獅子に翼を持つムササビのような滑空だけでなく、若干の羽ばき飛行、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 これ羽ばたき飛行じゃないの、ターン抜けてねこれ、羽ばき飛行、羽ばたき飛行、羽ばき飛行、俺ターン抜けてねえか、羽ばたき飛行じゃないこれ。いやわかんない、恐竜用語かな、恐竜つうか鳥のなんかの修正っていうかあれかな、俺知らねえな。羽ばたきならわかるけどね、羽ばき飛行、羽ばき飛行、まあ多分ね羽ばき飛行、いや羽ばきだな、羽ばき飛行も可能だったと言われるっていうね。かわいいね、全部羽らしいよ、羽持ってる。ミクロラプトル、やったぜ、いい感じのカードゲッツ。いやーでもティラの肉食欲しいね。ということで肉食いったれいったれかましたれ、肉食かましたれ、肉食いったれ、よっしゃ、まあ当たりじゃなかったっていうね。しかし肉食の可能性はなきにしもあらず、あい、おほほ、シソチョウ2枚目ゲット、ファイルナンバー1番アーカイオプテリクス、シソチョウね、わお、シソチョウ2枚目、嬉しいね。あ、こっちを鑑賞用にして、こっちを保存用にさせていただきます、あざす。ということで今回ね1枚かぶりシソチョウでしょ、もう気に入りすぎてもう1枚来たわ。いやありがとう、もう1枚来てくれて、お前大事にするわマジですげえ大事にするわ。で今回のカードは結局これか、ファイルナンバー92番のミクロラプトルでした。いやーいいね、まあ、持ってないカードゲットできたからよかったよかった。また次回ね、次回こそはなんかの肉食でお会いしましょう俺毎回言ってっけどな、こうやってな、マジで出ねえわ、なんでこの肉食出ない、少ないんだろうね、もともとこのカードの種類に肉食が多分少ないからだと思うんだけどね、まあそうであると信じたい。それが一番最後の方にね、怒涛の肉食ラッシュが来るっていうね、やべえたまんねえぜ。ということでまた次回肉食でお会いしましょう。ということでバイバイ、ミクロラプトルでした、かわいいです